皆さんこんにちは、サッカー情報局です。サウジで行われた第1戦を終えて両チームは対照的な動きを見せました。まず北朝鮮は会場からすぐ空港に直行して日曜日に日本に到着しました。羽田では同胞200名が熱烈歓迎だったそうです。対してなでしこはサウジで一泊して帰国の途に着いたそうです。当然1日の差が出ますが、コンディション的にどちらが良かったのか水曜日に答えが出ます。ところでなぜ追伸の動画作ったかと言いますと、ありがたいことにコメント多数いただき、総じて男子同様のご意見でした。その上ゲーム後の池田監督への取材の内容がとても納得いくものではないので皆さんと考えていきたいと動画作成しました。まず指揮官は気温が高い中選手たちはよく頑張ってくれましたと選手を称えた。そこまでは問題ないのですが、続けて試合をコントロールすることはできましたが、なかなかチャンスは作れませんでした。もちろん目標は勝つことでしたが、次はホームで大きな戦いが待っていますと。なんだか釈然としません。もしお互いほぼチャンスなしの0対0であればこのコメントもよしでしょう。でも北朝鮮のシュートがあとわずかどちらかにされていれば 2,3 点食らっていたのに。ゲームをコントロールできたとはいささか能天気じゃないですか。選手は誰もそのようには思っていないでしょう。当たり前のことですが、選手選考から戦術交代まで全て監督に権限がありますと同時に結果責任もあります。男子に至っては日韓でのファイナルを皆が期待していましたが、韓国ベスト4、日本はベスト8止まりで格下のチームに失点苦戦したのに、韓国の監督はクビ、日本は辞めないまでも進退伺いぐらいは出すべきでしょう。クリンスマンが解任された時、人事ではないとおっしゃってましたが甘いです。ここで池田さんに物申します。水曜の試合は進退をかけて采配してください。どんなに選手の口から負けられないとかしに物狂いでとか言っても、監督が進退かける方が伝わります。女子の2大大会ワールドカップとオリンピックが昨年と今年開かれます。リセットするなら今年です。とはいえ水曜日はなでしこがパリ行きをつかむと信じています。今回はここまでです。次は水曜日にお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。